本日のモカ戦、メンツはプロバナーをミノラの3名です。いずれもプロマイゼロからのスタート。カラクサ決めて、よりミニチエ引き下ろし、そしてカラクサでゲージダメまでしっかりする余裕もある。ミモラが1ラウンド目、ベンチャーでヒートバトル、ゴーフォーイッツ。投げながら振る、さあ画面に投げて落ちらせ、昇竜からしかし竜巻に当たって寄らせたいが、一斉に辛くさも操作の身が怖い。あまりの詳しい激走らしい昇竜から大パン、バナも取り返す。ファイナルラウンド、ナウ。投げて、ここに行くよ、イエス、あえて、ダメハメ投げるから、ここで高波、これは大誤算。投げる。嫌なこと見せて投げた、すげー竜巻打ち切りは、これは読んでいた、バレバレ。You win。 ゲニー弱か。勝負じゃん。まず三村が一勝を挙げてプラス1、はい、もうプラス、プラマイゼロからのスタートですね。S はセーブを選択、アトロザ当たって、これは発動していて、ピンから繋がらないが、ジャンプ商品を落として、ちょっとバランスします。戦闘点に入って、これは全部発動して、おさなみで逃げた、なんとか時間を稼ぐミコラ、バックジャンプが一気に落としてミコラ1ラウンド目。ベンチャーでヒーローバトル、ゴーフォーイッツ。当たって全部次に行ったら、次にダブルアップ、これは壊してしまったが、さあ寝かして、これは使っていく壁に行くか。その手ファイナルラウンド、ゴーフォーイッツ。行くぜよ行くぜよ、イエス、やーってな、しかしうまくごまかして、出し投げ決めて、ヒロカラクさん狙ったが、これはさすがに逃げている。行くぜよ、おーっ、イエスを投げる、セーブを発動するチャンスを伺うぞ。イエス剣当たって、さあまだ上がらないが、惜しい、プロッツ、アクションピック、チェストで削って、ミモラが2連勝。 Now, find a new rival。
2メートルプラス2として、ああマイナス1。中盤で残って、ダッシュ限定してきた。ああ、ゲスカリに、アッパーからソフト。ダメージ逃げる、アッパー勝利。ゲンジ、ダメを読まれて賞金で潰されてしまう。最後から辛くさ。EX ルギア当たって、リンゴ長先生。上もしっかり出るのが見もらう EX 振り上げ今くせにナイス倒してバックステを前ステで追いかける足下ブロックボールそして前陣が出ない壊し、壊しテストの打ち切りを期待したのかな、今のは。でも、EX を下ろして微妙に遅かった。やはりミモラ強い、プラス3で、クロさんがマイナス1。ダッシュ、辛草。クロさん、早く、バックスから決まる。足上げてから辛くさこれは終了電車でヒーローバトル Go for it 中盤ダッシュ辛くさ落としてダッシュ辛くさこれは終わりかそしてこれはバファミネミモラがプラス4強い一気に昇格にリーチ負けたも強い、さあミモラ昇格リーチ7を何としても止めたい武田も隣の台でピエロにリーチ何がリーチなのかよくわからないがリーチらしいバナオはマイナス2さあですから変わった中盤だけにさあ、全然プロフィール EX テストまた振ってんじゃねえよと EX テストさあ、昨日テストは見せてしまったが中足に早てあの速さな中で判断がとにかく的確さあ、ミモラ昇格リーチ着地倒しゲスト中足昇竜前陣挟まってないおけあった背中に完璧に重ねようとしたのが早すぎたのダメ早いで EX スレギパラクサ飛びをしっかり引いてこのさなみでミモラが強い5連勝で昇格おめでとうございます